はい、じゃあちょっと画像チェックしてもらっていいですか。あ、もう切り替えていいです。あ、大丈夫。はい、はい、どうぞ。あ、大丈夫ですね。じゃあ大丈夫ですかね。時間は5分ちょっと学生さん上がりますよ。5分ぴったりで、あの殺すやつですね。はい。ちょっと待ってください。はい、5分ぴったりでスイッチャーが切り替わる時間ですかね。あ、なるほど。あ、それいいですね。で、気づかないまま喋るとか。じゃあ、5分ですね。準備いいですかね。はい。はい、じゃあ行きますよ。3、2、1、3。じゃあ、マイクロソフトドックスを活用しようということで、やり始めたいと思います。マイクロソフトドックス、ご存知の方いらっしゃいますか？半分以上。パワーポイントやワードを共有するサービスって思う人がいるかもしれませんが、それはドックス .com です。少なくとも今のところは。ちなみに12月15日にドックス .com が廃止されるそうなので、ちなみに今日は12月16日です。今見るなら今のうちです。いや、もう過ぎてますよ。まださっきの存在です。では、今回紹介するのはマイクロソフトドックスの方ですね。ドックス .microsoft.com っていう URL の方で、これは解説そのままコピーできたんですが、開発者と IT プロフェッショナル向けのマイクロソフトテカテカルドキュメント API リファレンスコードサンプルクイックスタートチュートリアルのフォームですっていう、なんかすごい列挙してある、説明になってるんですが、要するに今後はマイクロソフトの開発情報が、を集めようっていう、そういうポータルサイトになりますね。ポータルというかサイトになりますね。昔からマイクロソフト系にいる人は MSDN とかテックネットをよく見ていたと思うんですが、これはまあだいぶ古くから存在して10年から15年前のコードベースで構築されていて、なんかデプロイシステムも古くてつらかったよみたいなことが、そのサイトに書いてありました。ドットネット周辺はまあ比較的マシな日本語訳もあったんですが、なんか最近機械翻訳になんか出現して、なんだか逆に読めたものじゃなくなっています。で、階層構造は結構複雑になっていたりして、あとなんかちょっとところどころ JavaScript の動作が不安定だったりとか、 URL がなんか直接 URL じゃなくて検索の URL を貼る人が出現するっていうのが。で、そこで出現したのが docs.microsoft.com で、かなり最近できたサイトで、レスポンシブルデザインとか、分かりやすい URL とか、根本的な利用感の改善を図ったのが、この docs です。マークダウンと GitHub を利用した近代的な文章管理をされていて、GitHub にあるので、プルリクエストとかを受け付けています。それで、何か問題があるところがあれば改善案を送ることもできます。で、なんか、黒好きな人のために黒テーマが存在したり、バージョンごとの情報が見られたりします。これはの情報は MSDN にも一応あったんですが、なんだか今見ると Windows フォンとか書いてあったり、なんか見たくいいところが Windows フォンとか書いてあったりとか、なんか製品のバージョンもなんか、ビジュアルスタジオのバージョンとドットネットのバージョンが並んでたりして、よく分からなかったんですが、今回はすごい整理されて、ドットネットコアとか、ドットネットスタンダードとか、ジャマリンのバージョンごとに、どの API が使えるかを確認することが、すごく分かりやすくなっています。検索とかも見やすくなっていて、例えばストリームって入れると、名前の一覧を出してくれる。ただ問題点としては、まだ MSDN とかテックネットにしかない情報が結構あって、今後移動しようとしているのかなっていう感じもあるんですが、例えば Win32 API とか COM 周りは全然ないけど、MFC の方はもう DOCS の方にあったりとか、今後全部移動してくるのかなと思うんですけど、まだ時間はかかりそうですね。あともう日本語の翻訳は一部の紹介 のチュートリアルとかだけになっていて、でも間違ってないことはするよりももう一度英語を勉強しろっていう、ことかもしれません。で、何よりの問題点は全く検索に時間がないこと。実際に検索してみた結果なんですが、ちょっと一部編集してるんですけど、フルネームで検索しても、1個も出てこないですね。これは Google が悪いのかと思って Bing で検索してみても出てきません。
まあ、50件くらいページが出てこないし、もうなんかあのサイト指定で Microsoft.com の中だけって指定しても出てこないです。GitHub の、ソースコードが Nuget のやつの方が先に出てきます。まあ、正直 MCDN が強すぎてパクリ判定を食らって弾かれてるのかなとすらちょっと怪しく思いました。で、まあ、ちょっとそこからあの便利に飛ぶツールを作ろうとしたんですけど、ちょっとうまくいかなくて、まあ、ちょっとジェネリックバーの URL がうまく求められなかったなという感じです。またちょっと Chrome 各種とか使ってみようかなと思います。ということで、ドットネットリファレンスよりも、のが、ドックス、マイクロソフトドットコムを。はい、ありがとうございました。自己紹介で大同大学の2年生です。あまり興味あります。MVP です。あと NSP でやってます。で、まあ、多分自作、PC を自作したことある人、多分この中に何人いるんだろう。PC 自作したことある人。あ、すごい多い。やばい。まあ、とりあえず、まあ、パーソナルコンピューターについてこんな風な機会になってまして、このパーソナルコンピューター使ってあるのって多分ネットサーフィンとか YouTube みたいとか、大学のレポート書くと思います。でも自分の場合はブレインパックのインタープリンター作ったりとか、JSON パーサーとか作ったりします。で、まあ、JSON パーサー作るの難しいよね。で、難しいです。で、なぜかっていうと、まあ、JSON パーサー作るときって普通にやると、なんか、正規表現バーっていうふうに書かないといけなくてつらいです。で、まあ、そんなときに使うのが、あ、自分の正規表現書きたくないので、パーサーコンビネーター使います。ということで、まあ、パーサーコンビネーターっていうのは初めて聞いた人は少ないかと思うんですけど、まあ、あの正規表現より簡単に正規表現っぽいことができます。で、まあ、どっちが正規表現とパーサーコンビネーターはどっちがいいんだろうっていうと、まあ、例えば四角で考えた小数定数を表すときはこういうふうに正規表現書くんですけど、普通に作るとめんどくさい。ということで、まあ、例えばこれは、まあ、シャープの上で動いている F% のコードなんですけど、まあ、こういうふうに人間でも見やすいような感じで作ることができます。ということで、まずあのここからじゃスタートメインコンテンツスタートです。で、まあ、自分は JSON パーサーを C++CLI の上で僕は JSON パーサーを作りたいなと思いました。で、まあ、最初正規表現作ろうかなと思ったんですけど、すごく面倒くさくて、まあ、なぜ作ろうと思ったかというと、友達が C++Vue を作ってて、それで友人が、まあ、ランキング機能作りたいよねとか言って、まあ、サーバーが若くて、じゃあ JSON と人のパスを願いつつはできないっていうので、まあ、自分がランキングが書くことになりました。で、まあここが名古屋地方に住んでいるということで、まあ、一応作ろうかなって。で、まあ、あの自分でパーサーコンピューターを作ることになった理由は、JSON パーサーでなんか、出しゃげるのがなくて、で、探したんですけど、パーサーコンピューターとか作ろうかなって思っ、まあ、で、使ってやろうかなと思ったんですけど、なんか 100% っぽいのがなかったので、作りました。で、あ、うん、そう、パーサーコンビネーターっていうのは、カタリとパーサーパーツのコンビネーターで合わせてランナーで走らせるみたいな、なので、あ、ちょっと、全部入れてるんですけど、まあ、いろいろ作りました。で、まあ、少し大変だったポイントは、セーフラプラにはあの、ファンクションなんかの言語機能がないので、使ったかったです。具体的には判別共有体というものがなくて、でそして、まあ、例えば、判別共有体どこで使うのかっていうと、例えばこれは 100% のコードなんですけど、の仮想定義、これはあのパーサーを渡すとストリングを取って、パーサーリザルトっていう判別共有体を返すっていうようなものがあって、その定義の中でパーサーリザルトっていうのが判別共有体に使われてて、例えば成功したときと失敗したときで返すような値を変えてくれるとかいうようなものなんですけど、まあ、なくて、柱ツイートしたら、まあ、中身仮説ない共有体ありますよとか言ったりとか、あのライブラリでそれっぽいことができるらしいとかいうのがあって、まあ、Twitter っていろいろ困ったときに助けてくれるなとか少し思いました。あと、まあ、将来的にはできたらば、完成な機能を持ったパソコンビネーターを作っては、C++界のパソコンビネーターを選定したいなとか思いました。
か。でも PC っていうのはパーソナルコンピューターの略なので、もう気づいてると思うんですが、ご清聴ありがとうございました。まだ1分ぐらいあります。質問のある人じゃあコードにしていきます。あ、そう、それでその最小限のパソコンデータのどういうものかっていうのが分からない人いると思うので見せようかなと思ったんですけど、拡大鏡ないのかな。なんか一番最小限の実装を見ると多分みんな分かると思うんですけど、コード見えない、ちょっと小さいね。マックってどうやって拡大するんですか。あ、結構分かんないんですけど、残り30秒さあ、どうしよう。はい、ネタの2番線しかないので、元ネタを手にしたそうですね、元ネタはNGK っていうネタがあって、そこでブレッシュさんって人がまあ元々 LT してて、冬休みはなんかパーソナルコンビネーター作りましょうみたいなのを LT してたので、それを見てちょっと見ました。ありがとうございました。